はい、皆さんこんにちは、竹田塾の中森です。今回はですね、いつも、竹田塾チャンネル撮影しているですね、東京の、撮影場所飛び出しまして、なんとですね、京都の方に、来ております。この後ですね、京都港と大阪港の方に行きまして、いろんなね、ちょっと撮影をしていきたいと思ってますので、竹田塾チャンネル関西編ぜひ楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。竹田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法関西編。はい、それでは最後にですね、大学生活とかね、あとはその逆転合格果たしたことについて、ちょっとどういう周りの状況とかどうだったかなと聞いていきたいと思うんですけど、大学生活実際始まってみてどうですか？楽しいですか？すごい楽しいです。楽しい、何で楽しい？サークル？サークルも楽しいです。なんかようやくというか、もう最近決めた感じで。はい、はい、何のサークルやる予定なんですか？とバスケサークルとスポーツサークル、うんうん、2つ掛け持ちで。なるほど、なるほど、はい、分かりました。あとその通っている大学、実際どういうところ楽しいみたいなのがありました？授業もすごい楽しくて、うんうんうん、自分がずっと勉強したかったことばっかり勉強できるので、それはすごい楽しい。結構うちは頑張ってよかったみたいなところがあるわけですね。はい、実際でも結構やっぱりその進学校でも偏差値、学校の偏差値だと30いくつとかっていう状況だったってことなんで、受かったことをなんかその実際その親とかその学校とかリアクション的には結構驚かれた？だいぶ驚かれました。もうなんかご両親とかどんな感じでした？その発表の仕方が番号じゃなくて、あのクリックして見るタイプだったんですけど、クリックしたらこうおめでとうございますみたいなのが画面に出た時に叫んで、お母さんもバーンって叫んで、すごい走り回りました家の中を。大喜び家族でって話で、はい、学校はどうでした？学校は報告に行った時に、あの先生、会った先生に言うと、なんかすごいその場で先生も叫ぶ感じで、受かったみたいな、受かったみたいな言われてやるやんみたいな言われました。信じてくれてなかったと。志望校は言ってたんだよね。言ってました。言ってたけど、まあ、無理やろみたいな感じの空気だったのが、ね、言ってる学校的にはね、普通に受かってる人もいるところなのにっていうのは、まあ、っていうことで、いかにそのやっぱり頑張って受かったかっていうのがやっぱり分かってもらえるかなと思うんですけど、実際勉強始めた当初受かると思ってました？いや、思ってなかった。ずっと焦ってて、周りの友達もみんなずっと勉強してて、自分まだ足りへんって思いながらずっと勉強してたんで、すごい受かった時は嬉しかったです。直前期とか受かると思ってました？正直。いや、思ってなかったです。ああ、もう本当に本番ギリギリのところでも、うん、いやどうなんだろうなみたいな感じで、もうじゃあ本当に発表見るまでは生きた心地しなかったんで、そうです。なるほど、そういうのもでもいいですよね。そういう体験があるとやっぱね、人生の中でもすごい大きな衝撃になるかなと思いますので、ぜひですね、そしたら最後にまあ、そんな逆転合格をやっぱり狙ってるというか、やっぱ不安な受験生もいっぱい見てると思うんで、ぜひ来年の、同じ体験をしてもらうためにですね、よくもしよかったら何か一言あればメッセージをお願いします。今勉強ができてないとか、自分はあんまり勉強できへんと思ってる人は、勉強の仕方がわからないっていうのが多分一番重要というか一番ダメなところなので、塾行って勉強の仕方を教わりながら自分のそのダメなところを補っていって、基礎からちゃんとやっていったらみんな力つくと思います。実際やっぱそのなんていうか、結果出した瞬間、例えばテスト突破したりとかって時がすごいやっぱりなんか自分の中で変わった瞬間、そこからは結構頑張ってやれる。ああ、そうです。なのでそれはやっぱり塾とか行くか行かないかだけじゃなくても、やっぱ、ね、成功体験っていうか、特にやっぱり最下位とかだと、ね、勉強自信なくなっちゃうもん、それがやっぱり、ね、でも自分の中でこういう実績積んだっていうのがあったら、やっぱりすごく大きな自信になると思うんで、そこからちゃんと志望校まで持ってきたってことなんで、ぜひ、続いてもらえればと思います。ということで以上、津田さんのインタビューでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。